我が母の教えた毎週歌は、アントニーン・ド・ボルジャークが1880年に作曲した、ジプシー歌曲集、作品55の第4曲である。アドルフ・ハイドゥークがチェコ語とドイツ語で作詞をしている。同曲集の中で、また、ド・ボルジャークの歌曲の中では、最も有名で、フリッツ・クライスラが、ユーモレスク編と、蝶々、陶器山に火は落ちて、 スラブ部局補担長と同じくバイオリンとピアノのために編曲したことによって一層有名になった。日本語名の我が母の教えた毎週歌は英語名ソングズ・マイ・マザー等と目からのわけであり、ドイツ語では老いた母さんが歌うことを私にまだ教えてくれたとき、オスト・ダイ・アルトム・ター・ミヒノフ・ホレアター・ジンゲンという題名と歌詞になっている。NHK では 母が教えてくれた歌と表記し、CD などの音楽ソフトでも、そのように表記されることが多い。伝統的に、ソプラノ歌手によって好んで取り上げられており、歴史的には、ネリー・メルバ、ジョーン・サザー・ランドラによって歌われてきた。また、ポール・ローブソンの愛称歌としても知られている。ヌクイ・特労の小説、光と影の誘惑において、我が母の教えた毎週歌は、堀内慶造が訳した。 いくつかの歌曲とともに各章の招題に利用されている。ありがとうございます。